はい、ということで皆さん、今週の8月26日土曜日にですね、大阪でゆうぴのバースデーイベントが開催されます。サイン入りチェキやライブ前グリーティングなどの豪華な特典が必ずついてくるチケットや、お試し無料チケットも今日から数量増やして販売しております。チケットの購入、イベントの詳細はぜひ概要欄からチェックしてみてください。久しぶりの大阪のイベント、私たち3人もすごくすごく楽しみにしています。3人にね、会ったことないって方もぜひね、無料チケットで BK はどんなもんかと見に来てみてください。みんなで楽しい夏の思い出を作れたらいいなって思っております。26日会場で待ってます。バイバーイ、ぜひ来てね。こんにちは。こんにちは。やばい、前髪出さないでください。調子乗らないでください。それは何ですか？無駄なんだよ、あんた。一個なんてしようと思うんならこの家でつまみ出すんだよ。誰ですか？やだ。絶対くらいじゃん。チャンしてうるさい。全部つながるけ、面白い。何もものないねん。髪型もバッチリオッケー。どうせカットだよそれ。なんだ。てかうちのマシの2人のさ、サブちゃんとかあげても大体2人とカットされるから面白くないってことね。ほら、それ全部一人男梅おるんだけど。めっちゃ顔痛い。パスタ企画の説明して。いや本当にこれ今何って感じだよね。ただいまの時刻がせーの9時なんですけど、今日1日本当に労働基準法違反ぐらい働いてきました。本当はもう帰りたいとこなんですけども、本当にストックやばいから急遽私のように招集しまして、メイクも全員で今落として、ブスッピンウーバーイーツ大会でーす。だーしゃー。本当にお腹空いていたんですけど、今日に関しては過去一全員お腹空いてない。マジやばい。今回 Uber Eats 1万円分を今注文したところなんですけども、ブスッピンで爆食していきたいと思います。待って、これ辛いのにしちゃってる。うち全部最悪。ビスケット食べたい。ビスケット入ってない。最低。全部辛いのかも。最低。食べていい、うん、もうルールとかないし、この回に。初めて見た、そんな一生懸命なアップル。フライングジェット僕は一つきり、うまいつつなんです。誰だけに？そっちでね、フライングしたんだよっていう話。書けてんじゃん、フライング、フライングでって。もういいと思わなくて、まあ一応深夜ということで、ありえないぐらいの量を買っております。じゃあ何リリー、ちょっと今頼んだスタ丼。はい、スタ丼懐かしくない？うまい。ペペロンチーノ、銀だこ、明太子マヨネーズ、ケンタッキー大量、スタ丼、バター温玉のせ。最高なんですけど。私のセンスが光ります。ほぼマシ。はい、テリタマ売り切れ。絶対うまい。いただきます。はい、うん、見て、んやばい。え、混ざってるこれ。お弁当屋さんの唐揚げの下にあるパスタってぐらい味ない。味な。ウーピーマンの自炊タイム。タルタルとか言ってみるのは絶対違う。合いそう。合いそうよな。うん、塩コショウで落ち着いて。うん、塩コショウ。はい、サムネ。怖っ。はい、絶対ブスで死にたい。いつもじゃん。早見もこみち現る。え、これ合ってんの言う。合ってるかな。だってさ、これは何？またまた文句？もういいから。だよね。食べてからいいや、そういうの。うまっ。どう？私、本当に高血圧ですね。もういいよ、別に。糖尿病セットって感じ、これ今日。わかる。辛いの頼みました。あ、いい音。うまっ。うわ、スタドうまっ。え、全部妖怪じゃね、普通に。妖怪三姉妹の日常って感じ。女に見えへん、ガチで。え、女の子。え、どれが長女？うち中、中じゃない。次女の。中女。でも、唐揚げみたいに、リリママ。いやー、ありすぎやろ。三次のママって感じしない？祖父。祖父？違う。あんたらよ、祖父は絶対。祖母、ママ、お手伝い。お手伝い？分けありすぎ。あー、ジミーが頼んだ。何？
何頼んだ？届いたよ。アポの名届いた。何頼んだの？餃子。エビマヨ。天才。天才？天才的なアイドル様。あと。チャーハン大盛り。高カロリーに怯えてる。やばいよこれ。これやばいよね、うん、3000円前後で全員頼めば合計で1万円になるから、みんなそれぞれ頼もうって言って、ほぼ打ち合わせゼロで頼んでみた結果、こう食欲がすごい、うん、見て卵から。え、あ、私やそれ、ごめんね。まあまあ、ブザーさんなんだから、あ、文句言えないです。クビだよね、こんなことで。そうですか、家事代行なんて美味しいやろ、普通に。今日久々に3人集まった日で、二人は地元帰ってたんですよね。はい、うん、夏休み地元に帰ったということで、何か面白い話があるのかなと思って聞きに来ました、わざわざ。お前んちやろってツッコミ待ちやねんけど。うちも行ったら飲みに電話かかってきたじゃん。今日マシオとなんか飲みに行くかなんかで、あんた来ないって言われたんだけど、法事とかあったから行けなくて。ああ、そう、なんかうちの高校の時の友達が夜遊べるって誘ってきてくれて、ああ行けるよって言ったら、え、それ何人だったの？あっち、あっちに男二人。そう、だからなんかリリさんを今誘ってるって言われて。ん、え、そいつからアホに連絡したんだ、うん、あ、こっちから来たのかと思った。違う違う、同じタイミングでした。え、もうなんかすごいそれ。しかも男が2人いるわけ。こっちはうちに電話してきて、こっちはリリに電話してきてんの。そうなんだ。え、そう、どういうことって思って。だってさ、うちを誘ってきた男の方はさ、高校も一緒じゃないし、うちも初対面なわけ。え、ガチ。え、だから絶対リリに会いたいだけじゃんって思って。死ぬんだけど。ねえ、私狙われた。どのビジュアルで言ってんのっていうのも、どのビジュアルで言ってんの。うわー、見て、うるさいもん。帰るよ、帰る。お願いだから帰る。止まる。NG。なんかチッコ触られた気する。誰に？気のせい。ほんまね。めっちゃある。やめてよ、色っぽい。勘弁してもらって。本当にやめて。泣いてる、もう振られて。ごめんって。もう分かってるから。諦めてほしいね。結局一人で行ったの？結局高校の時の女の子友達と飲んでたから後から合流した。で2軒目バー行って、合流してカラオケ行って、また戻ってバー行って終わった。うん、でちょっと一緒に飲んで、うん、ゲームしてみたいな。チヤホヤされて終わった？全然チヤホヤとかされてない。嘘つけ。やばい。え、待って、やばい。待って、なんか響いたよ。おならってさ、自分の許せるけど人の許せなくね。わかんない。お前めっちゃ嫌でしょ今。うちもお前のめっちゃ嫌だもん。嫌だ。え、ゲップもそうじゃない？自分のは汚く聞こえるのに他人のめっちゃ汚く聞こえる。わかる。この人のやつやばい、生々しい元気だ。うちさ、たまにさ、なんか液体物みたいなゴボゴボってなるんだけど。え、あの、うがいゲップ。あ、またなんか膝にタッチしちゃった。恋の予感。ねえ、色恋やだ。じゃあタイトルはアップルとピー、恋の予感にしよう。またそれ、またそれってどういうこと？別に伸びねえのに。しかもどこにも需要ねえのに。で、なんか何も生まれなかったの別に。何も生まれない。でもやっぱりなんか下ネタって盛り上がるなって思った。まあ下ネタで盛り上がったんだ。これとかあるじゃん、うん、パーイーとか、うん、長い細いとか、結局なんか下ネタ盛り上がるなって思っちゃった。うーん、そんな自分が嫌だった。いや、お前下ネタ属性じゃん。は、え、何よりも好きやん。なんかもう想像できてきた、地元で飲むカッパの姿。じゃあお題は、うん、もしっていうなら、太いチッポか細いチッポ。なあ、始まった、もうやだ。せーの、太いチッポ。僕みたいなシーンじゃないこれ。いる？いる。もっと広げて頑張って、地元をお願い、お母さん。じゃあうちが洞窟探検に行ったらしい。何だ、おならでたら笑いながら。やばい、本当に汚いんだけど、マジでおなら止まんない。あー、うちも出る。やばい、悩み事増えた。おなら止まらへんよ。
これ辺あるアジアのジャイルヨーグに似てる。よく言われる。なんかもっとこう青を引いてこうでしょ。はい、バリお前膝入れてくんな。柔道じゃねえんだよ。柔道もちげえだろ。喉鳴ったし。ぶっさい食わな顔。皆さん、私たちの妖怪爆食パーティーにお付き合いいただきありがとうございました。ぜひ皆さん今日もおもろいなぁ思った方はコメントとか評価とかチャンネル登録もまだしてない方がいましたらポチッとお願いします。もちろんね、今日の一番ぶっさいくなところとか絶対笑わないと思ってたのにニヤニヤしちゃったよみたいなシーンがあれば切り抜いて TikTok などに投稿していただけると嬉しいです。最近またなんか切り抜きアカウントみたいなのがおられまして、その子すごいバズってるんだよね。もちろん。そうそうそう。へえ。面白い。大好きみたいな。そうそう。実はこの中の誰かだったりとかする。セルフまさかの。めっちゃファンの声。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあねー。